よし。はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。ちょっと入れすぎちゃったんですけど、はい、今日のコーヒーはマンデリンでございます。はい、そして今日のおやつはこちら、またスターバックスで買ってきたんですけども、今日のはね、かなりまあシンプルというか、まあド定番ですよ。はい、じゃじゃんスタバの、アメリカンワッフルでございます。すげえうまそうやね。うん、皆さんアメリカンワッフルって普段食べますか？僕ね、あのスタバでもそもそも食べたことないし、他のところでも本当の馴染みないかな。うん、アメリカンワッフルって言われても、あああれねって感じで、なんかこう定番すぎてさ、逆に食べないっていうか、わかるこの感じ。ね、初めてスタバで買ってきました。うん、で、あのスタバで食べるときはこれ、あの無料でキャラメルシロップとか、チョコレートシロップとかをねトッピングできるらしいです。だけど、今回これ、あの持って帰ってきちゃったんでね、このままでいきたいと思います。チョコレートソース探したんだけどなかった。うん、とりあえずこのシンプルな本当に王道なやつをいきたいと思います。じゃあまずは、コーヒーからいただきますか。あー、ちょっとコーヒーこぼれちゃったいや本当、アメリカンワッフルってね、ワッフルってね、すごいド定番だよね。サービスエリアとかさにもあったりするし、あとちょっとした屋台とか、あのお祭りとかさ、結構よく見るよね。あっつ、うん、うまい、マンデリン。てか最近あったかくなってきたからさ、コーヒーが冷めにくくなったね。うん、あー、マンデリンうめえじゃあこれにね、このアメリカンワッフルが合うかどうかいただきたいと思います。とりあえず今日危ないから置こうかね。はい、じゃあこいつをいただきます。めっちゃいい焼き色じゃない？すごい、あの、あ、若干この油というかな、あのこんな感じでね、ちょっとテカってるんだよね。めっちゃうまそう単焦点レンズ買ってよかった。うん、こいつは間違いなくうまいっしょ。じゃあいただきます。いただきます。香り、あー、いい香り。うん、あ、これ温めた方が美味しいかな。なんか温めようかって書いてあったんだけど、ちょっと待って、じゃあとりあえずこのまま食べてみる。とりあえずね、あ、柔らかい。うん、まあ本当に 何かが入ってるわけでもなく、うん、単純にワッフルって感じ。ちょっとモソモソしてる。うん、これに多分ソースがあったらすごく合うんだろうけど、ちょっとね、これ単体でこのまま冷たいまま食べるとちょっとモソモソしすぎてる感じするかな。じゃ、パサついてる感じする。温めてくる。うん、ちょっと待ってて。はい、結構しっかりめに温めてまいりました。ほやほや、うわ、ほやほやになっためっちゃ柔らかい。あー、香り、あ、香りがね、復活した。うん、焼きたての感じの香りがすごいいいですね。あー、あ、これはなんかすごい甘い香り、幸せやね。うん、人形焼きの匂いみたいな感じ。じゃあいただきます。あ、しっとりした。さっきより美味しい。うん、ちょっと待って、とりあえず、まあ、先にコーヒーの、うん、あ、おお、あー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 ね、あ、こんな合うんだ。あ、コーヒーと合わせたら全然別物になった。うん、うまい。新しい味わいが完成した感じがする。うん、うまい。あ、こんなアメリカンワッフルってうまいんだ。へえ。まあ、そんな、なんだろう、アメリカンワッフルがうまいってわけじゃないな。なんていうかな、これ2つ合わせて美味しいコーヒータイムだねって感じ。なんていうのかな、これにめちゃめちゃ味があるわけじゃないからさ、なんか本当にスタンダードなクッキーとか、なんかこうビスケットとか食ってるような
なんだろうねこれがめちゃめちゃ甘いとか美味しいとかそういうわけでもない。だけど安定してる、すごく安定してる。まあじゃあこれうまいわ、うん、単体でうまいわ。コーヒーにほとんど消されちゃうっていうか、まあ、同じような なんだろう合わさっちゃうんだけどさうん、うまい。あ、蜂蜜あった。うち蜂蜜あるんだ。そうだ、蜂蜜これ合うでしょ。よいしょ、残り少ねえ。このひっくり返しといた蜂蜜ああ食べちゃった食べちゃった。ちょっとこいつにさ垂らして、わあああああああ美味しい、絶対美味しいじゃあいただきます。うんうまい、超うまい。まあほとんど蜂蜜味になったけどさ、あうん、間違いなく合うわ。で、うん、うまっ。今までさ、アメリカンワッフルって本当に、なんだろう、今さらアメリカンワッフルかよと思って本当に定番すぎて、うん、ちょっと食べてこなかったんだけど、てかまあその意識があって俺人生で多分 1,2 回しかアメリカンワッフル食ったことないと思うんだけど、こ損してたわ、うん、ちょっとこれからアメリカンワッフル食うようにするわ。うん、チョコレートソースとかキャラメルソースも試してみたい。うん、うまいな。やっぱあったかい方が絶対美味しい。うん、冷たいのにこれしてもあれだな。アメリカンワッフル、これは温めるべき。うん、サバで食うときも温めてもらうべき。だからあんな札がついてるんだね。うんうんうん、めっちゃうまい。うんうん、あコーヒーとも合うね。ハチミツきたらより合うね。うん、幸せいや、ほんとここ最近でね、考え方マジ変わっちゃった。いやー、お供っていいね。コーヒーのお供って幸せやね。そのうちなんかメインチャンネルでやろうかな。もうちょっと考え方変わっちゃったみたいな。お供はいいよって動画、なんか作ろうかな。うん、もうそんくらい、うん、美味しい。ちゃんとがっつり甘い系とか、まあ、ほんと完成されたスイーツとかと合わせてコーヒーっていうのも絶対うまいし、うん、本当に王道な基本的なところ、そんなにこう主張が強くないものとかもこう合わせてみたら、うん、まあ、それはもちろん合うでしょうよ。美味しかったいやこのシリーズ始めてさ、コメント欄でさよく言われんのよカズマックスさんすごい幸せに食べますよねとかさ、さ幸せですから、うん、さ幸せですよ。美味しいごおやつ食べてますからね。そう、昔からね、まあよく言われたんですよね。食べるとき本当幸せそうだな、幸せそうだなお前って。だってさ、美味しいもん食べてさ、さうちだからさ、外じゃちょっと問題あるけど、うちでねこんだけもうねえハッピーになれたら楽しいじゃないですか。ね、美味しい美味しいって言ってたら食べたらより美味しいじゃないですか。うん、美味しいはい、というわけで、今日のカズマックスのサブチャンネル、はい、おやつ動画でございました。再生リストね作ってあるんで、もしよかったらおやつ動画また見てみてくださいはい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。実はさ、おやつ系いろいろ買いすぎてさ、溜まってんだよねまあちょこちょこ続けていくつもりです。